丸広百貨店、丸広百貨店東松山店、丸広百貨店東松山店は埼玉県東松山市在木町にある丸広百貨店の店舗の一つ。東松山への丸広百貨店の展開は川越店が開業した1951年、当時から証券として位置づけされながら周辺から人が集まる立地の良さなどから動くデパートと称した 移動販売者による出張販売を行っており、さらには地域から店舗開設の要望が大きかったことを踏まえ、その3年後の1954年7月に開店した。丸広百貨店の中では反応店、川越店に次ぐ老舗店舗である。開店当時は北側の一番街に店舗があったが1958年に現在地に移転、その後も 店舗増上工事や立体駐車場が建設され現在に至る。丸広百貨店が東松山市に開店した影響は大きく、東武東上線東松山駅から当店に至るボタン通りと丸広通りの商店街は同市のメインストリートとなっている。近年では全国的な傾向として郊外に大型 SC やスーパーが進出したことで、 中心市街地の衰退や駅前型 GMS の苦戦が目につき、東松山市中心部もその例外ではないが、丸広は百貨店として商品の質、サービス等で差別化ができていることや地元住民を中心とした根強い人気があり、衰退する中心部にあって今なお一定の存在感を示している。ありがとうございます。